日向坂情報をまとめました。このちゃん、ひらがな欅時代を知らない後輩メンバーに伝えたいこと、つなげていきたいことを聞かれ、これからもずっとつながりを大切にしてほしいなと思います。メンバーがグループの外の活動でも頑張ってくれて、スタッフの方が日向坂の子がすごく良かったからもう一人呼んでみようと言ってくださったことが実際にあるのですが、それが本当に嬉しかった。だから自分一人だけではなく他のメンバーのことも考えて頑張れるメンバーがこれからもたくさんいてくれたら良いなと思う。日向坂のつながりがずっと続いて、グループにメンバーの頑張りが還元されていってくれたら嬉しいです。と、4期曲のフォーメーションが発表されました。小西がセンター、日向坂に入りプレッシャーはあるか聞かれた平方、加入前から日向坂は出来上がっていたので最初はプレッシャーはあったし怖かった。自分がお日様の時ここに誰かが入るなんて想像できなかった。もし選抜制度になることがあったら私たちのせいだなとも思っていました。今でも私に何ができるんだろうなどいろいろ思ったりするが、そう言っていても認めてもらえるわけではないので自覚を持って活動していくことが大事だと思っている。選抜の導入については発表直後は複雑な気持ちになった。どう口に出せばどう文章にすればいいかわからなかった。今も気持ちは変わらない。選抜に選んでもらったからには間違いではなかったと思ってもらえるように一つでも吸収しながら頑張っていけたらいいなと答え、平方は自分たちが入り人数が増えた、もし選抜制になるなら自分たちが入ったせいと考えていた、そして選抜導入後複雑な気持ちになった。これを見て考えられないほどすごいプレッシャーや悩みを抱えて活動しているんじゃないかと思わされました。